皆さんこんにちは、えー、それでは安田記念の最終見解をしてみたいと思います今日のですねナル尾記念の結果が、えー、7番7枠7番、えー、メールドグラス1着2着に8枠の9番ブラックスピネル3着が6枠6番のステイフーリッシュとなりました、えー、狙い目が6番9番 ということで、2着、3着という結果になりました、えー。ワイドと3連服が取れたわけなんですが、生まれは取れませんでした。えー、一番人気のメールドグラスが来ましてですね、これでどういうふうに考えたらいいのかということですね、えー、出馬表の票写真なんですが、メールドグラスが8枠の中の1頭。 そして、ブラックバゴが8枠に入っていて、8枠のブラックスピネルが2着と。で、3着はステイフウィル氏の6枠、6番だったということです。6枠と8枠が2着、3着と。一番多かった帽子の数が連帯をしたということになりました。 えー、安田記念ではね、同じ枠にこのブラックバゴみたいに8枠に入ってる馬がいないんですね。えー、ということで、どういうふうに考えてみるか。一番多いのは、やっぱり1枠の4つの帽子が1枠が多いです。その後は6枠ということになりました。えー、やっぱり狙うのは1枠になるのかなと。 思っていますその中に帽子の一番多い中の1頭ステルビオアーモンダイサングレイザーこの3頭の中にカチウマがいるんじゃないかということでアーモンダイがいいんじゃないかと思っています、うん、この写真からはこれぐらいだと思いますえー、ねえ1ワにアーモンダイとかやったらもっと良かったんですが えー、もっと違った考え方で、あとは考えてみます。えー、全体の g 1のレースの馬名の名前と、えー、今度は3歳戦ではないので、コバとの関係、えー、ここが少し難しすぎて、少しどう考えたらいいのかがですね、あの迷ってしまうところです。 馬の名前、そして大外1番の名前、これを基本的にどう使うのか、えー、ですね、ダービーでは1番のロジャー・バローズが1着の馬となっています、そして大外の馬がシュワルツ・リーゼ、そして2着がダノン・キング・リー、そして3着がベロックス、この馬名をどう使うのか、ダノン・キング・リーからダノン・プレミアム、直接行くのか。 えー、ベロックスから k i ノーティックロジャー・バローズからグランチャーレ。このよう,うにどう使うのかですね。えー、サートゥル・ナーリアが一番人気でバービーで飛びまして、えー、大外のフィリア・プーラというのがあリアというのがサートゥル・ナーリアという文字になってダノ・キングリ。そしてビグトリア。 えー、ラブズ・オンリー・ユーの隣にあるリアですね、ビクトリア。これがリア、サートル・ナ・リア。そして横のザノン・キングリーというふうに、えー、隣の同じ文字が連帯母を指すというサインの方に考えてみたいと思います。えー、ちょっと言う方、言っている方がちょっと分かりにくいのかもしれませんが、えー、ボザー・スコット。 が一番よく見えたり、えー、エロレット KI ノーティックがどういうふうに変えるのかと、えー、いうのは電光アンジュというウワていうプリモシーンの時にですね電光、えー、アンジュという馬がプリモシーンの横にいるんですがこのウワというのがですねビクトリアウーとアの頭と尻文字がウワになっているんですねそして今度はウイビクトリアのウイがですねロジャー・バロスの横にウィブイントというのが ビントというのが入りまして、その後今度、安田記念では、このウイが、ステルビオがいいんじゃないかと、ステルビオの隣を買ってみたいなと、モズ・アスコットを買ってみたいなと思っています。そして、大外の馬名、そして一番の馬名、ジョディですね、オークスのジョディがこの名称天元の書、そして、フィリア・プーラのリアが、 サーツーナーリアのリアですね、隣を教えるということです。その場合はフロンティア・クイーンのイクというのがビクトリア,ビクトリアのイクという文字に隣になると。そうすると、シュバルツリーゼ、そしてロジャー・バローズ、この文字の横ということになります。えー、この文字がちょっと面白くてですね、シュバルツリーゼ、リ、えーですね、これがアエロリット、リッツですね。 これの隣、KR に乗っていく。ロジャー・バローズのヤーですね。ヤーがグランチャーレのヤー。ということになります。これの隣でモザー・スコット。ということで、えー、この辺りが変えるんじゃないかと。えー、モザー・スコットが一番よく見えるんじゃないかと思います。えー、でもこれはですね、3歳のレースとコバのレースを混ぜて考えてますのでね。えー 難しいところなんです、えー。ダノン・キングリーからダノン・プレミアム行くのか、えー、ラブズ・オンリー・ユーからダノン・キングリー・リーという文字を言ってるんですが、えー、これは3歳のレースというふうに見ますと、これは少し当てはまらないなのかなと、えー。でもこれはもうどういうふうに考えるかですね、次はですね、3歳戦を除いてみますね。 今度、三歳線を覗いてみますと、また少し変わった馬名の名前の使い方がわかりまして、えー、ビクトリアマイルの1着、2着、3着馬名、このクロコスミア、ノームコア、オリモシーンというこの3頭のです、ね、名前がすべよく動いているのがわかります、えー。ノームコアから K.I. ノーティック、そしてから、えー、クロコスミアのコスがムズアスコット、 そしてダノンプレミアムのミアがクロコスミアのミア。同じような文字の持っている馬が、えー、います、えー。このビクトリアマイルのプリモシンが2着したわけなんですが、フェルマンと言いまして、頭が風であけあのお尻がうんです。そして、えー、頭文字が風でお尻指がスうんのプリモシンが2着をしました。 これが連帯するということですね。直接同じ文字を持っているということですね。そして、グローリーウェイズ。この天皇賞の2着馬のグローリーウェイズは、黒コスミアに当たります。黒ですね。そして隣が連帯していますで。パフュームプロミスっていうのがですね、3着馬目にいるんですが、このミスも黒コスミアのミス、スミっていう文字になります。 このクロコスミアの一頭でかなりあの、サイン的には面白い今になっています。えー、その前の中山大障害のマイネルプロンプトからは、ユ、えーキャンスマイルでマイルって文字がありまして、隣が連帯しています。えー、このあたりから直接連帯か、えー、隣かがわからなく両方使っているということですね。ですので、両方使いたい。 ということで、私はダノンプレミアムをちょっとあの、買わないっていうんですかね、あの、強い馬で分かってるんですけど、アーモンドアイの隣にダノンプレミアムっていうミアっていう文字が入りまして、クロコスミアのミアっていう文字を持って、隣のアーモンドアイを教えるんじゃないかと。これが教える馬で、あと残りのモズアスコットコスですね、クロコスミアのスコとか、K.I. ノーテクノーモをクアガラン、 K. I. No. ノーティクの脳、これが直接連帯するんじゃないかと、逆もありますよ。ダノン・プレミアが連帯、そしてモズワ・スコットの隣、K.I. ノーティクの隣が来るという考え方もあります。でもいろいろなこう、ね、馬名を見ますと、モズワ・スコットの辺りがかなり、あのー、解明がありまして、グラン・チャーレ、このチャーという文字も昨年の文字の、えー、隣である。 ということで、モザースコット、ここ,こがもう3着までにはあるんじゃないかとえ。これ中心に考えてもいいんじゃないかと思うぐらいに考えています。あとは1枠の2と、このノーティック、アロエリット、このつくとかノーとかリツとか、えー、この文字がこの1枠にかなり集まっていましてですね。 えー、アマルフィコーストっていうアーから始まって塔で終わる間が一番にいるんですが、ここのアイロリッドもアーから始まって塔で終わるまで一番違いということですね、えー。この辺りが面白いのじゃないかなと。プリモシンと同じ扱いになるのかなと。ウェルマンからプリモシン同じ扱いなら アマルフィーコースからアロエリットでも一番違いでいいんじゃないかなという考え方もいろいろあります。えー、とですね、あとはもうあの馬の馬順が少し黄色で塗ってあるんですが、ここがビクトリアマイルと同じ並びになっている馬の並びです。 ナルオ記念が今日終わりまして、明日の安田記念に、えー、同じように記念レースでどう動くのか、えー、これを見ていくと、えー、今度の宝塚記念も楽しめるんじゃないかと思って見ておこうと思います。えー、今日の終わり目はですね、ブラックスピネルが、ルック・トゥ・アイスから、えー、目黒記念の1着の10番から1番違いでブラックスピネル、これが同じ文字が1番違いで入りました。 えー、メールドグラスもブラストワンピースから一番違いで、えー、ボート2が入っていました。ステーリーフィッシュもボート風が一番違いで入っていて、すべてこの1着、2着、3着は一番違いに同じ文字を持っているということです、えー。そうすると、安田記念で一番違いに同じ文字を持っているのはどれかっていうのと、アエロリットになるんですね。プラチナムバレットからレッド、ツトからアエロリット。そして大外のブラックスピネル。 えー、プラチナムパレットという名前を持っているのはこの1枠のつく、k i ノーテックブラックスピネルからつくですね。この1、2、3着の文字を持ってくるのか、えー、1番と外側目を持ってくるのかということで、この1枠の隣、両隣っていうですか、1枠の1番、2番がよく見えます、えー。プラチナムパレットのツート島の隣を買うならば、モズ・アスコットの種のスルビオンを買えるんじゃないかと。 もしも一番、一着、二着、三着場面が隣に入るならば、ステイ・フイリッシュのステ、ステ、ステルビオのステ、ステの隣のザスコートも変えるじゃないかと。え今日ですね、ノーボル・マーズが、えー、アイスバブルのブルっていう文字を同じ馬場に持ちまして、隣は連帯しませんでした。三着になりました。ここでですね、メイド・グラスから、えー、ロジ・クライ、クラという文字が同じ16番に並ぶわけなんですが、 ダノンプレミアムか KI ノーティックが買えるのかと思っていましたがここは今日途切れましたということでもう昨年の連帯ーアエロリッドとモザースコットを狙えば今年はいいんじゃないかなという感じがしてきましたダノンプレミアムとワーモンドアイで終わってしまうと私の馬券はないわけなんですが えー、今日のですね、えー、ということで、明日の10レース、11レース、12レースですね、安田記念、えー、なんか面白いものがないかなと。えー、ダノンプレミアムのダ、えー、そして10レースの大成プレシャス、これが安ですね。この安田、えー、昨、えー、ダービーの日はちょっと斜めでダービーを使われてしまいまして、えー、ダノンキングリー,、えーですね、ダービーとなってた、 馬番が来ましたで今回はですねダノンプレミアムと大成プレシャスで安田になっています縦の文字で安田ですね、えー、これが直接来るならばダノンプレミアム、うん、隣が来るなら問題とその後安田があるのはこのジュニレスのヤーとスティルビオのヤスですねヤスですねでキクのウエスターで安田 この12レースの5枠の安田っていうのがあるんですが、ジャスティ、安田、まあ、ど,うどうなるんでしょうか。最終で動くのか、ここの安田記念を教えるのか。えー、そんな感じで見ています。えー、一番違いに文字が入っているのが、テーオージーニーアス、えー、モズ・アスコット、スティルビオ、バルディノート。ここの4枠は一番違いに同じ文字を持っています。 そして同じ、一番違いは、あと、桜アンプルールとアーモンダイが持っています。そして同じ馬版に同じ文字を持っているのが、この k i n o t e c っていう文字が、アンティノウスっていうのを入れてきましたね。10レースで。この同じ文字を一、一同じ馬版に、イノっていう文字を持っているのが、少し珍しいのかなと。あとはサングレーザーとサンチェさんですね。 エントシャイデンと BB ガウディ T ですね。この辺りの3本あります。同じ馬場に同じ文字が入っているのが3本あります。KI ノーティックがなぜかこうよく見え,見えるっていうのか隣が、隣を買わなくちゃダメなのかなという感じが、この1枠の辺りがいろんなの意味で、えー、面白いのかなと思います。 最終的にですね買い、買いました馬券はですね、1枠と4枠ともう7枠しか買っていません。えー、あとの枠連14、17、473点、えー、7番から1番、17、27、714、14から114、24、714、そんなふうなグリをして、えー、馬券を買っています。 一番いい馬券はやっぱり2714、1714という3連服3連単になるのだと思います。うん、その辺が狙い目だからと。ダノンプレミアが来たら、私は馬券がないということになります。かすてません。<laughs> これね、買わないとダメなんですかね。この辺が難しいところですね。この隣枠 えー、ペルシアナイト、ダーモンダイが組んだ、あそして4枠もザスコとツルビオが組んだ、この4枠と7枠が連帯して、えー、隣枠な、なるべく私はね、先週、ダービーで負けてますので、隣枠は買いたくないなという感じでいます。もう直接、この入った4枠と7枠とで連帯してくれたら、2着、3着にもなってくれたらいいのかなという考えでいます。 そうですねそん,そんな感じですね。もうあのモズ・アスコット、そしてアイロリッド、K.I. ノーティック、この辺りが勘でアーモンダイとの接戦に持ち込んでくれたらと、レースを見たいと思っています。さあ、皆さんはどんなあのレース、どんな馬をお選びになったんでしょうか。えー、皆さんの好きな 馬ををってて、えー、応援をしいいいいただければいいと思います、えー、私の馬券は1枠、4枠、7枠となりました。えー、連続でね、G1 お付き合い願いましてありがとうございました。かなりの方があのチャンネル登録していただきまして、1000人も超えました。ありがとうございます。もう少し、えー、頑張ってみようかなと。宝塚記念まで頑張ってみようかなと思います。 その後はもうどうなるのかどうしようかちょっと今考えているところですえー、そ,うそうですねもうちょっと宝塚記念まで頑張りましょうはい、えー、今週もありがとうございましたあそれでは今週の安田記念頑張りましょうファイッツはいご視聴ありがとうございましたあまたずれてますね はい、ありがとうございました。